乗った乗った。次ね。もう一個いけるこれ。行きます。今日こそ釣るからね、ちゃんと。どう言われてる？俺こっち入りたいんだ。そういうことね。なんで90度かな。はい。しまった。下にラチェットを敷くのが先だったけど。そう、そういうこともあります。手腰に当ててますやん。疲れてます。この距離がね。うん。運ぶのが。でもね、本当疲れるのここだけやから。組み立ててしまえばね。居住性抜群の。おお。はい。こうね。おお。これ立つと。当然のように必要だった屋根。高さが出ると迫力は増しますね。よし出航出航だ。そこは漕ぐとこやで。漕ぎやすい。これ安定感すごいですね。日も当たらないですか、いい具合ですか、調子いいですか。曇りやからとか言わないでください。一生懸命屋根を作ったんで、もうちょい下がれる。下がれる。前を捉えにくい。気使ってくれ。一言くれよ。この岩場、ああどんな風に進んでいるのか。確かにね。どう見えたんだ、この岩よりより好き。あいつらなんかすげえそうなの作ってくる。ぶっ壊れんじゃねみたいな。あぐらもかけんし椅子にも座れん。何より寝れない。あ、求めてないしね。この辺で一旦下ろすか、アンカーを。ポイントついたんでアンカーを落としていきます。はい、全然スルスルじゃない、俺の容量が悪すぎた。さあ、じゃあ朝ごはんだ。朝ごはん、アナさんがいたら多分我慢できずに飛び込んでたね。あの人、こだまのようにブラクリがいいですか。本マグロがそれに耐えれるかっていうところが一番硬い。コンマで終わる。マグロは何も感じないみたいな。こっちも何だったか気づかんみたいな。いきなり俺ポツンって言ってる。これがもうお前ら上がってきた時、上がる場所がないくらいピチピチした。魚でピチピチになってる。ピチピチ、締め方わからんが。ちゃんと生かしといてよ、それは。のじめにしんといてよ。なんかくせえなと思ったら、そんな釣ってたんすかみたいな。ただやっぱちょっと俺、潜るわ。うん、潜って、どこに魚がいそうかってこれ、うん、あれ、これ磯目どこ。気持ち悪い。これでいいや。あ、食われた。ググってきたんや。え、ググってきた。マジで。先越されますよ、ゲロリン。当たってますか。うん、お、来た。おお、ちっちゃいキジハタ。ちっちゃー、かわいい。かわいい。おるね、でもキジハタ。いるね。かわいい。よし、ボート回避。水槽連れて帰ろうかな、これ。かわいいね。かわいいよ。今おらんのやからさ。でもね、今日ね、あいにくね、いいバックンがないんだ。そうなんだ。うん。来た。カサゴです。いいね、寝魚祭りじゃん。やべ、やばいしちゃった。ほんと、取ってくるわ。
ません。すごい、すごいな感じ。結構大きくないこれ、はい、あ、これおぉこれはでかいっしょ、まあまあよいしょおぉこれは立派でしょ、でかいよね、これどういうなんかゲロあの後もアサゴは釣れたよあの21巻ぐらい、うん、あれはアナゴ釣れんようかね、そうそういうことなんですよ、すごいね、寝れるんだもん、うん、すごいよね、やっぱね、遠くから見るとね、うん、うわ、いいなって思うダムよ、ね、おまた来たか、釣れるね、釣れる釣れる、アカサゴだ、20いってるかいってないかぐらい、あれなんか逃げてったよえ、何が落とさないように落とさないようにアサゴな気がしたけどあっち
もうちょっとサイズアップでいくと。マジで、うん、あ、じゃあ行ってみようか。行ってみる。サバ取っとかんとね。サバでかかってくんだ。うん、サバが有効になってきた。森ね、ちょっとなんかね、俺がね、上手に行ってみたかった。耳抜きができなくて、うん、うん、おぉ、乗った乗った乗った。いいね、竿が引きずり込まれてるじゃん。なんだなんだ、お、竿だ、あー、あまあまあ、でかかったね。でかかったね。来た来た、さっきのカサゴが連続で、お、なんかドラグ出しとるやん。多分ゆるゆるなだけだけど、あ、それさっき緩めた。竿はそんな曲がってない。あ、でもお、カサゴ、カサゴ、あー、ギリつかな、ギリ。なんかさっきより、さっきより明らかに強い。え、でかくない？でかい。でかい。でかい。またさっきのビッグサイズだね。ビッグサイズだね、これ。これ、もう重ねたよね。めっちゃバランス崩れて、俺も今落ちるとか。あの3人が、はい、すごいね。どう？勉強できたって、仕事ができたって、お金があったって、幸せ。